どうも皆さんこんにちは、フジピコです。今回はお友達の爬虫類 YouTuber 亀山さんのお宅訪問第2弾ということで、前回はね亀山さん家の飼育環境紹介編をお送りしたのですが、今回は餌やり編です。パート1をねまだご覧になってない方はぜひパート1もご覧ください。亀山さんねめちゃくちゃ優雅で綺麗な環境で飼育されています。それでは早速ご覧ください。どうぞ。今日のご飯ははい、このささみをあげようかと思います。でカルシウムパウダーをまぶしたやつを。はい、そうです。じゃあお願いします。はい、お、反応してますね。お、あー食べてよかったよかった。あー本当に興奮してる時はもうドカンって突っ込んできちゃうんで。そうなんですか。そうなんですよ、こんな優しくないんで。でもね食べ方はすごいソフトでしたけど、はい、そうですねあ、やっぱりモニター食べるペース早いな。早いですね、すぐ飲み込みますよね。あ、迫力がたまらないですね。確かに。あ、やっぱり丸飲みするんですね。丸飲みですね、はい。ちゃんと構んで大丈夫かどうですか。あ、バッチリです、バッチリです。いいですか。あー、ちっちゃい。はい、どうぞ。よく食べますね、しかも、うん、このぐらい余裕で食べちゃうんです。本当に1パックくらい全部食べちゃうんじゃないですかね。まだ少ない量なら。しかもまだだいぶ欲しそうにしてますもんね。あ、全然全然いきます。やっぱり普段与えてるのは鶏肉が多いですかね。じゃあそうですね、やっぱりささみ系ですかね、砂肝とか。ほうほうほう。脂肪が多いと太っちゃうんで。うーん、はい、あとはうずらとか、はい、ひよことかがいいって言いますよね。あ、なるほど、うん、あんまりこうカロリーも高くなさすぎていいんですかね。そうです、はい、あっという間にもう全部食べちゃいますね。はい、大体餌のペースはどれぐらいに1回食べてるんですか。うん、まあ、その時によるというか、うんうん、お腹の膨らみ具合で結構決めてるんですね。たくさん食べてお腹がパンパンの時とかはあげないし、だいぶへっこんできたらあげるようにしてるんですけど、うんうんうん、まあ、基本的に、まあ、4日5日開けたりとか、うんうんうん、まあ、開ける時は1週間くらい開けちゃいますけど、うんうん、あ、まあでもその子の状態を見ながら、まあ、結構ガッツリ開けちゃったりします。これが最後。はい、もう最後か。もう最後です。まだ食べそうですもんねでもなんか全然いけると思いますはい、ありがとうございます、はい、続いてはこちらチェリーヘッドアカアシガメのペポちゃんですね。あ、よかったよかった。頑張れ。あ、食べてくれてますね。ちっちゃいから一生懸命。そうですね、ちょっと食べるのまだ下手くそですね。ほぼつかない。たくさん食べますよ。へえ。全部一瞬で食べちゃう。こんな皿にいっぱい入ってるけど。はい。はい、あ、でも、あ、よかった。よかったよかった。あ、やっぱりこの亀のね食べ方可愛いな。可愛いですよね。まだまだでもちっちゃいですもんねこの子サイズは。そうです。今後が楽しみです。一生懸命食べてる。あ、よかったよかった。よかった。はい、じゃあ続いてね、ロシアリクガメのアキラさん。はい、小松菜を食べてもらいます。あー食べてる。よかったよかった。顔隠れちゃってないですか。大丈夫ですか。小松菜が大きすぎて隠れちゃってる、はい、あ、でも大丈夫ですね。あ、小松菜大好きなんですよね。さっきの子はやっぱり大きいから食べ方にも迫力がありますね。そうですね、なんか豪快な。そうは言ってもまあちっちゃいですけどね、四つ指はうちにいる子たちがカメさんみんなちっちゃいんで。はい、じゃあ続いてセマルハコガメのホハちゃん。ホハコちゃんにこれだよ。お、お、すごい、はい、虫好きなんですよね。ささみとかそっち系も好きなんですよ。めっちゃテンション上がってますね、めちゃくちゃ力強いですよ。お、ほら、ほんまやすごいですか。最後ぶんどりましたねそうなんです本当にコオロギ好き。へー、セマルハコガメってやっぱり結構雑食なんですね。雑食です、はい。フルーツも食べます。あー、そっかそっか、はい。
中で食べてます。夢中で、ちょっと美味しそうに見えてくるな。あ、かわいい。かわいい。3人にしたいくらい可愛いですね。確かに。本当に。あ、この芝生と相まってまためっちゃいいですね。いいですね。僕が欲しいくらい。あ、かわいい。しかもこんなペースで食べるんですね、コオロギ。結構早いんですよ。ね、すごい連続でもう4匹目ぐらいじゃないですか、今。はい、じゃあ続いて、はい、ライムちゃんにも。そうです、コオロギをあげようと思います。お、はい、カルシウムたっぷりのコオロギなんですが、お願いします。ちょっとなんか出てきちゃってますね。はい、どうぞ。早い、はい、すぐ食べてくれますね。確かに。でもやっぱ慣れてる証拠ですね、こんなすぐピンセットから食べてくれるとはね。あ、そうなんですかね。うん、でも最初から結構比較的早く食べてくれました、ね、あ、そうなんですか。はい、ちょっと固まってますね、でも今。そうですね。はい、ごっくんし。結構食べるの時間かかります。わからないですか。あ、僕、うちのハリマ君はもうすぐ食べるって。そうですね、もうすぐ食べてすぐうんちするんで。こんな固まったりは。緊張してんのか。出てきちゃった。もう一匹おるで。はい、あー、上手。カメレオン、部屋んぽさせながら餌あげるのが結構好きなんですよ。確かに。なんか自由に動き回って自由に餌食べてっていうのが、うん、はい、見ててなんか楽しいなって。本当にしかも自由なタイミングで食べてくれましたね。これが好きなんです。まだヘアンポの途中でしたけど、普通に途中でしたね。ね、まだ尻尾入ってるし。そうですよね、まだ。お、いい反応や。はいね。はい。はい、以上ですね。いやー、どの子も愛嬌たっぷりで、毎日愛情たっぷりで飼育されているのが伝わりましたね。この子たちの詳しい飼育環境などは亀山さんのチャンネルで動画たくさん上がっていますので、亀山さんチャンネルでぜひチェックお願いします。それでは本日の動画はここまでになります。もしこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。他にも Twitter、Instagram もやっておりますので、動画説明欄よりフォローお待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。